回でございます。ということで、本日の食材がこちら。よいしょ、久しぶりの海鮮ボックスってことでね。それではこちらをさばいていく。早くまして、本日の食材がこちら、海鮮ボックスっていうことでね、めちゃくちゃ久しぶりの企画でございます。で、今日の海鮮ボックスがインターネットで購入しました。でね、このサイトがすげえ面白いんですよね。前からめっちゃ気になってたサイトで、フィッシュセールというサイトです。僕がよく行く朝市とかお魚屋さんとかあるじゃないですか。あれをそのまんまネット上に再現させたって感じのサイトがあるんですよ。で、またこれいろんな面白い魚から高級な魚、お値打ちな魚までね、ずらーっと並んでるんですよね。もう全国から集まりますんでね、使ってみたいなと思っとって、今日ちょっと使ってみました。で、そこに出品されてた、今日はこちら海鮮ボックス購入しました。お値段5万円のもの、まあ、ちょっとまず開けてみましょうか。中身はまだ僕もわからないですから。あ、結構大きい魚が入ってる。まずこのぐらいのお魚が1つ、で、こういう円盤のお魚が1つ、40、50センチぐらいの、50センチぐらいあるな、このぐらいのお魚が1つ、で、これ同じぐらいのサイズだけどちょっと長細い系のお魚が1つ、これで全部ですね。なんで4匹入ってました。4匹で5万円、どんな魚なんだろう。やっぱりね、梱包の仕方は出品者さんごとに違うんで、今回の出品者さんはかなり気合入ってます。ちょっとじゃあこのフォルムで当てますか。いや、僕ね、1個絶対わかるやつがおるんですよ。これはおそらくマナガツオだと思います。これなんだろう、クロス体型かな。これなんだろうな、これ長細いサバみたいな感じの頭ですよね。これなんだろうな、目抜けかなんかじゃないかな、値段的に。そしたら答え合わせ。さあ、一つ目のお魚、うわー、やっぱりそうだ、マナガツオですね。超高級食材です。煮ても焼いても刺身でも何でもうまいお魚、鮮度も最高、処理もバッチリですね。次こちら、サバみたいな頭のフォルムのやつ。さあ、お、サバじゃねえ、はいはいはい、そうきましたか。黒ムツですね。確かに今うまいからな、黒ムツ。うん、油もありそうですね、うまそう。ではお次、一番大きい魚ですね。お、これはやはりそうでしたか。めちゃくちゃいい魚、これ1匹 2,3 万はくだらんな。これが目抜けですね、深海のルビーです。ちゃんとエラも腹綿も全部処理してくれてあります。あとは鱗取ってさばくだけですね。この魚は本当にうまい。では最後ですね、これなんだろうな。あー、なるほど、はい、そうきたか。黄色のストライプ柄の綺麗なお魚が出てきましたね。特徴は唇がすごくプリッとしてますね。こちらがね、タカノハダイっていうお魚ですね。一般的にはションベンとか言われて、あんまり美味しくない魚って言われてるんですよね。でも美味しいところのタカノハダイって本当うまいんですよね。魚って取れるところによってもう全然違うんですよ。なので魚は一概にこの魚だからまずい、この魚だから臭いっていうのは違うんですよ。すげえ綺麗なラインナップ、黄色が入って赤が入って黒が入って銀色が入って、もう最高の色合い。そしたら今日はこちらのお魚たちを使ってお刺身の盛り合わせを作っていきたいと思います。さあ、そしたら今日は4匹いますので、いつもの4倍時間がかかります。なのでさっさっさっとさばいていきます。で、それと今日は片身だけ抜いて片身だけ使います。で、もう片身は骨付きで残しといて切り身にして火を通した料理にしたい。ちょっとこれね、今日のこのラインナップ見ると、煮付けとか塩焼きとかアクアパッツァとか鍋とか骨付きで料理しても美味しい魚なんですよ。もうみんな煮ても焼いても美味しい魚なので、みんな三枚おろしにしちゃうのはちょっともったいないなと思うんで、今日は片身外しでいきますね。ではマナガツオからいきましょうか。マナガツオは小さいギンギンの鱗、こうやってついてます。鱗かきで取らなくてもこの鱗は簡単に取れるんですよね。で、包丁の刃の方を立ててあげて、こうやってカリ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 とすれば簡単に取れますんでね。で、こういうキワキワのところはブラシがある方はまあブラシが一番楽。でも、あんまり強くこすっちゃうと皮が弱い魚なので身に貫通しちゃいますんでね。今日の魚の中でさばくのが一番難しいのはこのマナガツオかな。骨がとにかく柔らかい、頭だってすごい柔らかいんですよ。なんで骨が柔らかい分包丁が骨の下に入りやすいんですよね。それにこの丸い形状とってもおろしにくいです。で、皮も薄いので皮引きもとても難しい。さばく難易度かなり高いんですよね。でもめちゃくちゃ美味しいんですよ。値段もいいしね。まず全部鱗取っちゃいますね。次は黒ムツいきましょう。
ノドグロっていうのはよくテレビとかでも特集されて名前聞く魚だと思うんですけど、そのノドグロが赤ムツですね。それのお友達みたいな、まあ仲間ですね。それがこの黒ムツ。赤ムツに比べてすごく大型になります。これでもまだ小型ぐらいですね。赤ムツはものすごく高級魚として知られてるんですけど、時期の黒ムツ本当にうまいです。今時期的に最高なはずなんですよね。尻尾のこの周りもものすごく太いし、顔も小さいし、脂すごいあると思います。で、赤ムツも黒ムツもそうなんですけど、この子たちはねすごく歯が鋭いんですよ。頭持つときすごく気をつけてくださいね。はい、黒ムツの鱗取り完了。次はタカノハダイ。タカノハダイはね、鱗すっげー取りにくいんですよ。突き引きするのが最適な魚ですね。ここまで鱗がびっしりついてて硬い魚は、正直鱗ついたまま皮引いても OK だと俺は思います。あんまりね僕やんないんですけど、マダイとか鱗のびっちりついてて鮮度のいい魚、そういうのはね鱗ついたまま皮引いちゃうよっていう板前さんとかお魚屋さん結構います。飛び散りにくいんですよね。まあ、飛び散りにくいといっても多少は身に飛び散ったりするんで、まあ、あとからその塩水処理だとかしっかり取ってあげるとかそういう処理はいるんですけど、今日はねちょっと皮ついたままタカノハダイについては皮引いていきたいと思います。はい、次こちら。これがね今日のメインかなと思ってます。目抜け、圧倒的存在感ですよね。これはめちゃくちゃいい目抜けですよ。この太鼓ですよ。腹抜かれててこの丸み、とんでもない魚が入ってましたね。海鮮ボックスはね何が出てくるかわからない、このワクワク感、これがいいですよね。で、今日買った業者さんはエラも内臓も抜いてくれてありますね。このエラと内臓を抜いてくれてあると助かるんですよね。内臓から腐敗が進んできますんでね。よし、鱗取れました。ではではマナガツオから下ろしていきます。まあ、頭取ってもいいんですけど今日はあえて頭ついたまま、まずはマナガツオ、こういう風に鎌の下から1本入れます。で、ここに背骨があるんですけど、これマジで柔らかいんですよ。ちょっと力入れるとスコンと落ちちゃいます。なのでここで止めておきます。次、背中ですね。背中に1本包丁入れます。で、マナガツオここに縁側がビチーっと入ってます。ここもまたうまいので、縁側はできるだけ残して、で、包丁の角度はまっすぐです。ビターっとまっすぐ、ちょっとでも角度落とすとすぐ骨の下行きます。ちょうど骨のとこ行ってますね。この魚はもう僕このまま一頭おろしでいきます。こう剥がしていく感じですね。下手にこっち側から包丁入れると失敗しやすいんですよね。キワキワを攻めてよっと、はい、こんな感じですね。ほんの少しちょっと残っちゃったな、ちょっとチキっちゃいましたね。こういった時にここを入れてもう一回包丁の角度ちょっと落とさなあかんかったね。お次、黒ムツですね。黒ムツは簡単、これさばきやすいです。先ほどと一緒ですね。まずは釜の上に1本入れます。こういう形ですね。そしたら黒ムツはお腹の方から本おろししていきましょうか。お腹の方から1本、背骨に当たりました。で、反転させて次は背中ですね。背中の方に1本入れます。で、添えた手を若干こっち側に下ろす。そうすると切り口がこう開きますんで、開いたところをめがけてこうやって徐々に徐々に剥がしていくと。で、こっちも背骨まで到達しました。そしたら尻尾の方からビビッとこの腹骨を切り落とすと。で、カメラの画質的にちょっと赤っぽく見えちゃってるんですけど、これものすごく綺麗な身してます。で、脂もすごくある、めちゃくちゃいい黒ムツですね。で、次、タカノハダイ。この魚がね結構硬いんだ。これ分かりますかね、これ包丁入っていかないんですよ。そのぐらい鱗が硬いんです。ペットボトルのキャップとかじゃ鱗これ取れないですよ。で、こういう鱗が硬い魚は包丁がこういう風には入りにくいんですよ。取っかかりから逆包丁で攻めていく。そうすると鱗を避けて切れ込み入ります。で、切れ込みが入ってしまえばこっちのもの、さっきの黒ムツと一緒の下ろし方ですね。こっちも一緒ですね。ここに取っかかりがありますんで、ここから逆包丁、そしたらビーッと手は若干こっち側で、切り口を広げて背骨まで行きましたら、ここに腹骨がついてますんで腹骨を断ち切ると。腹骨も硬いの、おお、失礼しました。身はいいけどちょっとやっぱ鷹の肌薄いですね。次はこちら、目抜け、これいきましょう。目抜けちゃんも同じように下ろしていきます。鎌の下から1本、お腹の方に1本入れます。できるだけ骨に身を残さないように骨ギリギリ攻めます。で、目抜けは骨かなり硬いので下ろしやすいと思いますよ。あ、でも脂がすごい、包丁がすごく滑ってく、もう分かりますか、この手がまずこれテカテカ、サラダ油塗ったんですかってぐらい油入ってますね。はい、ではこのように下ろし終わりました。これが肩身抜いた下ろし終わった後の
魚たちですね。これはこれでまた配ったりだとか、僕の晩酌とか朝ごはんとかぼちぼち食べていきたいと思います。よし、そしたらまずは鷹の肌合いから皮を引いていきましょうか。まずは腹骨ですね。鷹の肌合いの腹骨は強い。よし、そしたらこのまま鱗ついたままですよ、このまま皮を引いちゃいます。すごく引きやすいことは引きやすいんですよね。ただこうやってね、ちょっとやっぱどうしても鱗がついちゃったりする場合があるんですよ。鷹の葉はこうやって鱗が硬くてびっちりついてるんで、こういう皮の引き方もいいと思います。ただ鱗が柔らかくて取れやすい魚は、鱗ついたまま皮引いちゃうとうまくいかないんですよ。こう引いてる最中に鱗がボロボロ取れてきちゃって、皮肌がガシャガシャになっちゃうし、まな板が鱗まみれになっちゃうんですよ。鷹の肌はこう鱗ついてないですよね。ついてないんですけど、やっぱりこれ皮が一回まな板についちゃってるんで、必ず一回きれいに洗浄しましょう。皮引いた身をここにもう一回ベチャッと乗せる行為もダメですよ。で、次はマナガツオですね。カツオとつくけど全然カツオじゃないお魚。腹骨は薄いので、できるだけ身をそぎ取らないように薄く剥いでいきます。そしたらここにも一本骨が入ってますんで、まあ、僕ここ取っちゃいます。こうやって、そしたらおぶしとめぶし分けちゃいます。マナガツオは中骨そこまで気になりません。刺身にするときはまあ見栄えもあるんで、ちょっと取っちゃいます。よし、そしたら皮を引いていきます。このマナガツオの皮引きがね、難しいんですよね。皮がびっくりするほど薄いんですよ。ほら、もうすぐこうやってキワキワ攻めようとすると破れちゃうんですよね。なので気持ち浮かして引くといいと思います。ちょっともったいないな、もうちょっと下攻めたいなぐらいで皮引いてあげるとうまくいく確率が上がると思います。このぐらいですね。ちょっとここは残しすぎちゃいましたね。で、こういう面が大きい魚は一回この状態で切っちゃいます。面を小さくした方が皮引きの成功確率上がります。若干浮かしつつね、かなりちきりました。こんな感じで、マナガツオってあんまりキワキワ攻めすぎるとこうね、筋が残っちゃうんですよね。だから筋を取るっていう意味も込めて、ちょっと浮かして皮を引いてあげるとよろしいのかなと思います。次、目抜け。まずは腹骨をすいていきます。この腹骨1枚だけでも価値がある。これだけで500円ぐらいの価値がないかな。これ1枚あればめちゃくちゃ美味しい魚汁が作れますね。で、目抜けはね、割とこう腹骨が残りやすいんで確認して取ってあげる。そしたらここに中骨入ってます。中骨を取っていく。半分に割っちゃいます。はい、こんな感じですね。そしたら目抜けはこの身と皮の間、ここ分かりますか、ここに美味しい脂があるんですよ。皮引いちゃうとこの美味しい脂も取っちゃうことになりますんで、目抜けはやっぱり皮付きの炙りか湯引きが僕は好きなんですよ。今日は湯引きでいきたいと思います。で、目抜けは皮ついたままお刺身する場合気をつけないといけないところがあって、こう触ってみると分かるんですけど、鱗かきじゃ取りきれない食い込んだ鱗っていうのがこのラインにあるんですよ。で、これ一回湯引きにするとその鱗がこう逆立ちます。逆立ったらピンセットで抜いてあげると。黒ムツですね。これはうまそうな黒ムツですよ。で、黒ムツもこの皮目がとてもうまいです。黒ムツは炙りでいきましょうか。腹骨を落とします。それに刺身の盛り合わせにしたときに、やっぱりこういう黒い色とか赤い色がポンポンって入ってると綺麗な刺し盛りになるんですよね。はい、こんな感じにおろし終わりました。そしたら湯引きと炙り組、少しお塩を振って脱水かけておきます。両面に軽くかけておきます。皮目はちょっと強めに、これ冷蔵庫で10分ほど寝かしておきます。そしたらお刺身に切っていくんですけど、こういう風に段取りを組むと比較的なんかそれっぽくなるよっていう作り方を今日紹介します。まず盛り付ける前に3つ決めることがあります。1つ目は盛るお皿、これ大事ですね。2つ目がお刺身以外のあしらえですね。大葉とか、あと僕がよく使うすだちとかレモンとか。で、3つ目がネタですね。どんなお魚を盛り付けるかとか、この3つをまず決めちゃいます。で、今日使う皿がこれ、じゃーん。これ1回使いたかったんですよね。この箸みたいなこういうお皿用意しました。で、今日は春っぽく竹も切ってきました。まあ、竹が春って感じなのかわかんないですけど、まあ、清涼感あるじゃないですか。おしゃれじゃないですか、こういう感じ。巻き簾のちっちゃいやつ、これもなんか駆使して使っていきたいと思います。次、あしらえですね。あしらえは今日はこれ、海藻ですね。おごのりっていう海藻、塩抜きはバッチリしてあります。で、これが赤とさかっていう海藻ですね。赤色合いがとっても綺麗な海藻ですね。おなじみ大根の妻。今日はね、もみじもうちのベランダから取ってきました。春になって新しい葉っぱが出てきて、すごい若草色で綺麗ですよね。これも使っていきます。
じゃあ大葉も少し使いましょうということで大葉も使います。これを合体させていくっていう感じ。そしたらまずは土台から作っていきましょうか。竹はこういう風に段々で置いていきましょうか。で竹の中にちょっと妻を入れます。つまはできるだけはみ出さないように、これめっちゃポイントですよ。で一番大きいところにこういうふうに垂らしますか。で下につまをこう引いて階段にしちゃおう。こうやって持ってるうちにこう考えていくんですよ。めっちゃ良くないですか。そしたら大葉を竹のところに置いて、でここら辺にたくさんつまで枕を作ろう。ここ一面にお刺身をちりばめる感じ。黒むつの黒と目抜けの赤をしっかり生かして、ちょっと遊び心でこうやって尻尾も添えましょう。まあ、土台はこれでいいでしょう。こういう風に土台だけ作ってしまえば、あとは好きな形にお刺身を切って盛り付けるだけなんですよ。でも自分の色がすごい出ますね、刺身の盛り合わせっていうのは。さてそしたらいい感じに汗をかいてきましたよ。ペーパーで水気をしっかり取ります。洗わずにこうさっとペーパーで水気を取る程度ですね。ほらこうやってちょっとね身が締まったの分かりますかね。結構ねカチッとしました。表面がヌルヌルしてます。そしたら背中の方こっちですね、この段階で飾り包丁入れちゃいます。スーッと筋をつけていくと、でこういう風に切れ込みを入れると指切りした時にパーッと開くんですよ。ここを切ってきますんで、とても綺麗なお刺身になります。ではここに熱湯をぶっかけると、バーッとキューッと、で切れ込みを入れるとこうやって縮まりにくいっていう、そういうメリットもありますね。今日は身の方にもちょっとかけちゃいましょう。そしたら氷水にしょぼんと粗熱を取ります。粗熱が取れたら水気を取っちゃう。でこうやって鱗が浮いてきますので、鱗はこうやってしっかりと取っていくと。鱗が口の中に入ったら最悪なのでね、綺麗に取っていきます。あとは切るだけ。次は赤むつの炙り。で炙っていくんですけど、まな板の上で直接やっちゃうとまな板焦げちゃいますんで、ギンギンのバットの上とかでやるといいと思います。そしたら炙っていきます。はい、こんがり炙り終わりましたら、僕は水の中にボチョンと入れるんじゃなくて、こうジップロックに氷入れて熱くなったとこだけ冷やしてあげます。そうすると水っぽくならないでパリッと仕上がるような気がします。冷凍庫に10秒ぐらいパッと入れるやり方とかでもいいと思いますよ。で炙るのは皮面だけでいきます。はい、これで黒むつの炙りの完成。よし、そしたら切って盛り付けていく。まずこの竹の上にはマナガツオいきましょうか。まずは縁側を外しちゃいます。そうだな、あえてコロッと3切れ。ちょっと邪道かもだけど、こういう感じで盛り付けます。そしたら次は鷹の葉台ですね。鷹の葉台もコロッといきましょう。こうしてこうと。そしたらこの階段の部分ですね、赤黒白でいきましょうか。赤は赤でも切れ込みが入ってない赤、目抜けの腹のところですね。それを、まあ、コロッと切っていきましょう。うん、いいね。黒は黒むつですね。黒むつもコロッと、できるだけ切り身の大きさとか切り方は一緒な感じで。ああ、いいね。で次ここですね、マナガツオの腹のところ、これもコロッといきます。よいしょ、よし、こんな感じ。そしたらここのつまのところにいろんなお刺身切って盛り付けていきます。目抜けの背中の方ですね、ちょっと薄めに切り込んでいきます。赤の点々がすごくおしゃれですね。で隙間なくぎゅうぎゅうに盛り付けていきます。うまく皮がずれんように切って、でところどころちょっとこうやって大葉も挟んだりするといいかなと思います。次鷹の葉台、鷹の葉台をちょっとスライスで、ここにシュッと置くと。でここはちょっとマナガツオ置こうか。マナガツオを薄めにスライス、うん、いいね。でここら辺にもちょっと大葉を置いて、もう一回赤入れましょうか。でも刺身と刺身がちょっと重なるぐらい、ちょっと重なっててもったいないかなと思うんですけど、もう重ねるぐらいに盛り付けた方がボリューム感が、ね、出ますよ。次ここは、まあ、黒むつですわな。皮が剥げちゃうな。剥げちゃったら後で手でこうやって修正と。でこうやって脂がありすぎる魚は切ってから炙った方が良かったかもしれないです。完全にボンミスですね。黒むつは脂があって皮が薄いのでちょっと剥けちゃいますね。よし、そしたらここに最後鷹の肌にスライスしましょうか。鷹の肌がねすごくうまそうなんですよね。めちゃくちゃ弾力があってね、しっかりしてて美味しそうな白身ですよ。そしたらあしらえ乗せていきます。まずはおごのり、隙間をあしらえで埋めていく感じ。赤と坂
いかに隙間を埋めるかっていうゲームをしてます。よく洗ったもみじ、まあもみじはそうだな、ここら辺に刺しとくか。お、いいいい、めちゃめちゃいい。食用菊、タンポポもこういう感じで盛り付けましょうか。ジグザグジグでこんな感じで、はい、これでネットで買った海鮮セットから出てきたお魚だけで作ったお刺身の盛り合わせの完成。はい、じゃあ完成、いただきます。よっしゃ、食べていこう。できました、お刺身の4種盛りですね。今回4種類白身魚が来まして、全部皮を引いてしまうと全部真っ白で何が何か分かんないんですけど、こういうふうに魚が持ってるこの色を生かした調理法をして、こういうあしらえとかこういう飾り包丁、こういうのを生かすことによってこんなにね立派になるんですよ。で、今回手前はちょっと低めで、奥の方は高めで、こうやってもみじとかで高さを出してます。そうするとね、お刺身がとっても立体的に見えますね。じゃあ食べていきましょうか。今日はね、こちらわさび醤油と生姜醤油用意しました。そしたら、じゃあまずはこちら目抜けからいきましょうか。目抜けはやっぱり醤油ですよね。わさび醤油、油がもう一切れ入れただけでこんな油、いただきます。うわ、よく食レポするときに他の食べ物に例えるのはあんまり上手な食レポじゃないって言うんですけど、こいつに至っては癖が全くない牛刺しを食べてるぐらい、そのぐらいの油の量、存在感があります。で、味がいいな、油が甘いんですよ。うめえ、ちょっと我慢できん。でん、銀のやつ、ここは今日はちょっと許してください。先目抜けいっちゃったらそりゃ飲まなやっとれんよね。これはお口の中ちょっと欲しいわ。お酒は二十歳からいただきます。うめえ、最高だね、うますぎるね。次は黒むついきたいです。黒むつも油がすごいですよ。黒むつは生姜醤油でいきましょう。チャポンチャポンと生姜も結構つけたいですね。ちょんちょんといただきます。うめえ、うめえ、黒むつプルプルだ。うわ、これすだちがあったらな、すだちキュッと絞ってすだちで食べてもうまいと思いますわ。油の味がね、ほんと甲殻類みたいな、そういう風味をね感じるんです。とても美味しい白身魚ですね。次はこちら、こちら何か覚えてますか。これがマナガツオですね。マナガツオはわさび醤油、いただきます。上品、美人さんっていう味、性格がいい味してるわ。癖も雑味も何にもない。で、このほのかに香る甘みがいい。みずみずしいんですけど水っぽくないんですよね。油油してるんですけどくどくないしね。だから高級なんでしょうね。次、あまりこっちの方では評価が良くないですけど鷹の葉大ですね。じゃあいかがなんでしょうか。すごく綺麗ですよね。一番弾力はありました。わさびをちょっとつけていただきます。これは酒ですね。完璧に皮目の歯ごたえすごいな。全然臭くないですね。油もあるし、こんなにうまいんだ鷹の葉台って、ね、そ全部個性があってすごく面白い今日の刺し盛り。いや、いい買い物しました。それじゃっくり食べていくよ。ごちそうさまでした。ということで今日は海鮮ボックスから出てきたお魚を使ってお刺身の盛り合わせを作ってみましたけども、うまかったね。ちょっと今日は細かいところまで喋っちゃったもんで、ちょっとマニアックな動画になっちゃいましたね。でもやっぱ料理って見た目大事ですね。でも味はもちろんうまかったですね。どの魚もクオリティ最高でした。特に美味しかったのがやっぱ目抜けですかね。あの魚は本当に美味しいですね。あれ半身何して食べようかなってめちゃくちゃ今ワクワクしてるんですけど、まあ、煮付けがええな。で、冒頭でも軽く説明したんですけど、今回購入した海鮮セット、フィッシュセールというサイトで購入しました。このサイトがね、むちゃくちゃ便利なんですよ。ちょっと見てみましょうか。はい、こんな感じです。世界初、フィッシュセールは釣った魚をその場で出品して欲しい人に届ける魚専門のオークションサイトですと。で、まあ、出品者のメリットは、もう手早く簡単に出品可能。すごく出品が簡単です。で、出品は無料なんですって。で、落札者のメリット、
新鮮な魚がいっぱいと。もう釣った魚以外にも今日みたいに僕はお魚屋さんから買ったんですけど、お魚屋さんもたくさん出品してます。でこれがでかいんですよ。市場が休みの日にもう商品が届くって、これがね助かるんですよ。だいたい水曜日とか日曜日とか、辺落ちんとこだと火曜日とかが休みなんですけど、結構休みの時にねこう魚食べたいなとかそういうメンタル入る時あるんですよ。いつでも好きな時に魚が買えるのはいいですよね。でまあ出品もとても簡単ですよと。で商品探すのもすごく簡単です。どんな魚が売ってるか見てみましょうか。例えば幻の風船金目、こんなん売ってないですからね。あとこれ見てください、これ釣りたてヤリイカ大、もうピカピカのヤリイカが5杯で3000円スタートで売ってますよ。あと石垣大とか、もうこれね見てるだけで楽しいんですよね。僕寝る前とか見ちゃうもんな、このサイト。シマアジとかおじさんとか売ってますよね。内臓脂肪バリバリのおじさん、アジアコショウダイとか、ウツボなんかも売ってますからね。白エビとかスッポンまで売っちゃってんの、すごいな。キャビアも売っている。こういう普段お魚屋さんとかスーパーでは見かけない魚もすごく売ってますんで、これ見てるだけで本当に楽しい。あ、今こういうものが旬で美味しいんだとか、今こういう魚がこんな取れててこのぐらいの値段なんだとか、そういうね価格感とかもそういうのも分かるんでね、本当に掘り出し物の大当たりの魚が眠ってますからね。で会員登録すれば質問とかもできると思いますんで、買う前に出品者さんに質問とかするのもいいかもしれませんね。初めて使ってみたんですけど、鮮度もむちゃくちゃいいし安心安全ですね。今日の出品者さんはめちゃめちゃ良かった。で、4月の20日で2周年なんですって。まあ、めちゃめちゃ愛されてるんですよ、このサイト。本当に有名なんですよね。僕もめちゃめちゃ前から知ってました。で、5月頃にこのフルーツ版もやるんですって。僕フルーツおじさんっていう風に周りで言われるぐらいフルーツが大好きなんですよ。フルーツ版が出たらまたフルーツ版も利用したいなと思いました。皆さんもフィッシュセールを使って新鮮な魚ゲットしてみませんか。というわけで今日ご視聴ありがとうございました。バイバイ。